プライズ観光機なのに。ここが大阪か。はい、今回なんですけど、もしも頼んだ覚えのないウーバーイーツがいきなり届いたら、おお、なんじゃ、何が痛いんだい。物はね、様々なんですけど、はいはい、まあ、2人1組のペアぐらいで行きまして、はいはいはい、まあ、要はそっから始まるナンパっすね。奪い使って届いて、なんかそういうのきっかけでナンパするみたいなのができればなと思っております。はい、まあ、今回ちょっと意気込みあるらしいんで、なんなら冬バージョンで意気込みお願いします。冬だ、雪だ、性欲爆発だ、イエーイ。でも爆発してるやん。それではね、早速もしも頼んだ覚えないウーバーイーツがいきなり届いたらどんな反応するのか、待ってでで、これさ、ほんまにウーバーイーツ運んでたやな。もう練習してますから、ウーバーイーツの。ウーバーイーツでーす。ウーバーイーツでーす。よし、じゃあウーバーイーツでーす。ウーバーイーツ、あ、すいません、あ、ミルクティーを。そうですね、ミルクティーを。あちらの方から結構ときめいてるっていう言うてて、それで温まってほしいと。いやー、なんか結構いい感じじゃないですか。なんかどういう人が好みですかね。どういう人が好きですか。やっぱり心優しい人、浮気しない人。あ、浮気しない人、なるほど。あの人はどうですか。浮気しそうじゃないですよね。しそう。しそう、なるほど。まあ一回話してみれば分かると思うんで、どうぞどうぞ来てくださいよ。あ、彼が聞こえてたよ。浮気をしない人が好きなんだって。するわけないじゃん。全然しなさそうですけど、やっぱりドリンクもくれるわけですからね。僕は配達頼んだんですけど、その僕はね、僕と君の距離は温まったかな。実はなんかもう一個なんか彼からのプレゼントがあるんですよ。これも差し上げてるっていうことで、心を温めて、ね、ちょっと最後の渡してくれって言われたんで、二人の関係に花を咲かせないか。あ、お姉さん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 、あれあれあれ、あ、ウーバーイーツです。あ、すいません、ウーバーイーツ。あ、これ届けられてたんで、あれですか、こちらの方から持ったんで、どうですか。いや、無理じゃん、普通に下げられたんですか。なんてやるんだ。ウーバーイーツ頼みましたよね。ウーバーイーツ、はい、頼んでないですか。いや、現在地がここと言うとるんですけど、まあ一旦渡しましょうかね。まあ一応いただいてもらいましょうかね。ウーバーイーツです。どうぞどうぞ使っていただいて。これ実はあちらのお客様が、すいません、ちょっと一目惚れしたみたいです。どうですか、見た目のタイプとかは。僕の子がいい。あ、本当ですか。お姉さん、手前、奥がいない。一回呼びます。二人来ていただいていいですか。おーい、おーい。なんかさっきはちょっと聞こえなかったけど、え、高身長がいい。高身長がいいと。はぁ、じゃあ一回ちょっとなんか見せてもらいましょうかね。高身長の良さみたいなの。お願いします。ちょっと一旦ここでやってもらっていいですか。そのせっかくもらっていただいたんでね。おーい、どうですか、やっぱりこれを見てもやっぱかっこいいですか。じゃあもうこっちもね、今のところいいところないんでお願いしますよ。本当に。マジさ。低身長だから届けるよ。ちょっとですね、こちらのお客様からね、いただいた。こちらもプレゼントします。こういうのはね、ね、逃さないよ。はい、ありがとう、配達。すいませんでした。ありがとうございました。またお願いします。キューピッドありがとう。反省会よ。いや、ノッポはええわ、またあれの選ばれとったし、もうなんやねん、あれ。これだって、頑張ってだって違うよ。高身長やからグリコをな、高くいけるとかね。これなんて言うたもん、低身長で宝のボケるって意味わからへんもん。ちゃんとして今のところ、俺のこの走り方の取れ高しかないよ。なるほどね、次。はい、気合入れた。ちょっとね、ウーバーイーツです。
荷物と愛を届けに来たんで、さすがここはですね、はい、あの、え、何も聞いてないですか？あ、本当ですか？実はですね、もう聞いてくださいよ、お姉さん。もうどうしても、あちらにですね、どうしてもお姉さんにあったかいものを届けてほしいと。よかったらね、ちょっと一言だけちょっとあの、感謝の方をね、どうしても喋りたいって言ってるんでよかった。いいですか？それにちょっと言ってあげてくれないですか？いいの？もういいっす、どうしても。いいんですか？わかんないっすよね。わかんないっすよね。せっかくあったかいここをあげたのになんか跳ねてもうたんですね、空気が。あんまり見せれないですけどね。あんまり言いたくないんやけど。一旦ね。コンドームです。コンドームです。コンドームです。あんまり大きい声で。もう本当に。荷物と愛を届けに上がったの、今日は。いやー、かわいいです。いやー、でもですよね。ちなみにお名前とかはいい？あ、聞きたいですよね、せっかくなんで。未来ちゃん。未来。言いづらいんやけど、こんな渡した後に。はい。まあ、よかったらなあ、連絡先ちょっと聞きたいなと思うんやけどね、未来ちゃんがやっぱりね、俺とも未来みたいなっていう。うわー、とってもいる。ほんならまたもう一度ね、もしかしたら出会うかもしれんから、その時に運命の再会ということ。わかりました。ここで待っていただいたら、ここで、はい、荷物届けに上がるんで、ほんならまたじゃあちょっと来ますか。はい、次誰に配達します？次あの次誰に、ここら辺の あっちで、うん、行きますか。